背中で座ってたんだけど、毎週回らない。
ちゃ帰る。なんか皆さん今日あれだけ元気な曲もしてるんですけどね。ドリームズカムトゥルーだ。ドリームズカムトゥルー。あの、ひなみと言います。ローマ字でひなみっていう名前で活動してます。ひなみの花に、みんなうろうすごいな。
セツもリクエストしてる。オッケーです、トリセツね、次へ対応してたら。すごい嫌なリクエスト。いいよ、始めてくる。じゃあちょっと3つ連続でいきますね。
かいい。タバコいる？いらない。私初めて吸ったのね、ケットみたいなやつの。ああ。そう初めて、ね。おじさんのやつそれ。一回も吸えなかった。それおじさんのやつ。そうなんで一回ね口にしたんだけど、ね、吸い方わかんなかった。あれ難しいね。普通に吸えばいいじゃん。違う。なんかさ肺に入れるとかよくわかんない。入れない入れない。あ入れないの？最初は入れない。タバコちょっとねやめとこうと思ったね。すごいかった。嬉しい。拍手お願いします。寒かったら本当に、あ、こんにちは。こんにちは。寒かったら本当に皆さんので全然気楽に。また来るから全然本当に。多分ね、北海道戻ってくると思う。初めて見た。しょっちゅう来てる。あ、全然4月から東京で仕事してるので、そうだから全然ねこっちで歌うのは本当に久々ですね。おかえり。ありがとうございます。ちょっとね、戻ってきたかな。あー、なんか聞きたいやつだよね。ありがとうございます。来てくださるので。じゃあ、皆さん、歌いたい曲、私が歌うんですけど、歌ってほしい曲あったら叫んでください。叫ぶスタイルでやってる。うる。あ、出た。じゃあ違うの。いやいや、大丈夫。好きなのでいいよ。大好き。好きだけど、緊張してるんで好きなアーティストを歌うの、うん、そうウルでもよく言われますよ。あそうビンゴビンゴもう歌い飽きたもうね歌うのもったいないって思うよね私なんか。おお、リハだリハ。あなたがいることで。あ、うん？あとなんだ？リサと一緒に歌ったやつ。あ、ありますね。それちょっとないかも。そっか、そうだよね。あなたがいることで、ね。いや、いいよ。何でも好き。好きなんですけど、サビがね、ちょっとね。むずいよな。え、ちょっと逃げてる。ウルーダメだったらジュジュでもいいけど。こっちがいいと思う。挑戦してみる。やった。
ください。ね、恋人つなぎそれ。なんかもっと前来て風よけになれ。早く。カメラのとこだけ避けて。怖い怖い。お店着いたい。あ、そうだ、忘れてた。あの全然忘れてたよ。あの TikTok で。わ、早く早く。さ、取説ね。ウルさん。風よけ。言ってた。ありがとうございます。風上から。もうね、もう上から撮ってるから風が。バンバン前髪飛んでたわ。じゃあ行きますよ。もうちょっと、いや、しゃがんだらダメだわ。壁になんない、こうやって。本当好きだな、こういうとこ。Thank you.
配信してる。あ、リクエストありがとう。あ、そうです、配信してる。なんかみんな撮ってるけど何に使うんよ。さっきちょっと配信なのね。来るのかな。専属の人。何でもいいので。そうですね。10時ぐらいまでかな。上の人かな。10時？え、短くない？方は。使うか。今日ね、ちょっとラーメン食べて、YouTube やろ。どうしてもラーメン食べて、味噌ラーメン大好き。信玄とね、ハヤミとの富士が好きなんですけど、行ったことある。混んでるよね、わかります。そうだから、7時でも食べたいのよ。コスパ悪い、コスパ悪い、並ばない方がいい。ちょっとわかりやないかも。でもね、わかるよ、わかる。の富士とか2時間並ぶから、でもそれでもね、並んで食べるのがうまいのよ。一回並んでみて、人生できっとまだね、何十年も何百年も生きるはずだから、一回並んでみて、たった2時間たった2時間で感動があるので、ぜひね、みんな会いたい。え、歌っちゃった、さっき歌っちゃった。え、ちょっと、あ、今日アイドルしよう。アイドル歌ってないですよ。ひどいの歌ってよ、ひどいの。あ、ちょっと忘れてもらったね。ミセスってさ、ミセスってさ、何で嫌になってるの？いや、ジニーさんが来るから。ジニーさんがね、入ります。はい、あ、全然いいんだ、それで全然大丈夫。全然大丈夫なんですか？いつもこんな話だし。ビジーム小さくから教えてね。そっか、焼いてるってくらい。
やりすぎるとやばいから、ね、怪しいだけだね。
私も今シフト制だから土日仕事なんです。わかる。あ、週5でね、今仕事してるんですけど、全然歌関係ないの。ブラック企業じゃないんで、ホワイト、めっちゃいいとこ、そんなことがない。そんなことが聞くと感心してる。めちゃめちゃいい、ほんと人間性、人間性とか言ってた。もうみんないい、ほんと先輩方で育てられてます。ほんと人間さんイケメン。え、人間さんイケメン。何々さん、人間さん、人間さんか、でしょ。もっとね、そう、いろいろ話しいけど、だってよかったね。よし、いる感が気づいて触って、あなたとのキス行ってみるわ。やめとく、やめとく。なんか、リクエストないの？大丈夫。叫んでね、叫んでね、今3秒黙るから叫んでね。ラーメン、ラーメン、食べたいだけ。いや、分かる分かる。ガーメン、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 ラジオでしたら、はい、カメラ、カメラもだからすぐ声出るようになる。そうそうそう、ここまで詰まっちゃった。エフェクターのスプレーンとかごめんね、ちょっと待ってください。世代ね、世代ですよね。世代、世代、世代ですよ、ね、そうだから、そうですよね。歌ってくれたら嬉しい。
そうか。
ちゃん、私たち全然声が違くて、本当にもうワンオクターブ弾くぐらい全然違くて、言った後声が高くなったなって思って、毎日叫んでるんですよ最近仕事で、子供たちコラー走らないのとか、コラー座りなさいとか叫んでるから、はいみんな座るよとか叫んでると声が、ね、低くなってくるのよ。並べてみて何十回の夜を過ごしたって選べ
やべ、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 やべ
Thank you.
下待って、知らない、それなんですか。8月の夜。私意外とさ、なんかこうやって路上してるとさ、ヤンが好きにか、ヤン好きね。あの時はごめんね、振り回して寂しいよ。いや、なんでもない。いや、この間もさ、純さんの時に、ありがとうございます。私も好きなんですね、パルマの霧島の天然水の柔らかい服ないで、中華服私の好きな。こうやってる時は、過ごしてるって言われます。マジでサポミリ、みんな安心感ある、本当に。あのね、失礼失礼失礼、リクエストさ、あのチノからもらったんだけどさ、リクエストチノからもらったんだけどさ、そう、ウルのいいとウルのとプロローグと、なんだっけ、愛がなんとかと。オッケー、ソウジュ歌った後に歌おうとした。ありがとうございます。シーン、あの、スーさんと今しゃべってるし、やばい、メモ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 。ソウシーって何でもいいの？ソウシーって言った人いる？今更、今更、今更。ああ、早すぎたかも。どっちがいいですか？違う違う、あの人はでしょ。ソウシー大好き。ゆいちゃんと会ってると。さようならさい。この間見たけど、この間もリミーさん、どっちがいいですか？今更だってか、シンデレラか、どっちか。どっちがいいですか？シンデレラ。あ、シンデレラ。なんか、路上好きな子ですか？あと大切でしょ。今気づいて会いたくて。
Thank you.
田ひなみと申します。ひひなみです。なんか聞きたいことあったら叫んでくれる。Bye.
ツボ払いです。なんかこう失恋ソングならいっぱい知ってるはずなんだけどね。だけどみんな高いっつって全然行ってない。